これがですね、本当に道路いっぱいに広がればいいのになという思いがしますけれども、とてもですね、規制が厳しくて、歩道だけというような状態になってます。この規制に関しましては、実は今法律家のグループがですね、100名規模で、来週になりましてから、警視庁にこの過剰警備に対して、おかしいという申し入れをする予定にはなっています。全体的にですね、6月29日以降非常に厳しい警備が行われています。今ですね、道路の中に人が入っています。今上から見ますとですね、国会の前の道路なんですけれども、人がですね、溢れまして外に出てきているというふうに見えます。動いてる。これは、今ですね、国会の正門前なんですけれども、人々がですね、真ん中に出てきています。ご覧いただけますでしょうか。今ですね、国会の正門前、周辺にいた人たちが真ん中の路上に出てきて、道路いっぱいに広がっています。これは、すごいです。国会のですね、正門前、人がですね、一斉に歩道から車道の方にあふれ出てきました。どれだけの人が集まってるんでしょうか。非常にたくさんの人たちが、国会の正門に向かって人が広がってきています。見た限り、そんなに警備の方がですね、警備というか警察がですね、抑え込んでいるのかどうか、ちょっとそこら辺りは見えないんですけれども、すごい。皆さん、ご覧いただけますか。今上からですね、見まして、国会の正門前に人が溢れてきました。すごい。これはすごい、多分本当に歴史的な瞬間を見ているんだという感じがしますけれども、本当に多くの人たちがですね、今正門前に出てきました。今7時28分になりました。7時から集まった人たちがですね、今国会の正面です。正面から今、写真ビデオで正面から見ていますけれども、国会の正門前にですね、人が溢れてます。これは本当に歴史的な、過去見た写真あるようなですね、60年代安保の時にあったようなですね、状態が今日曜日のこの時間に、実際に起きています。わ、すごい綺麗。本当に多くの人たちが今、すごいです。国会前の、正門前なんですけれども、本当に大勢の人が今道を埋めています。何がきっかけだったのか、とにかく今本当に美しい人々のですね、照明が、ライトがですね、本当に美しくこちらから見えます。いろんな色の明かりがこちらに見えます。すごいですね。後ろもすごいね。これ後ろからも人が溢れてる。後ろからどんどん列に加わってます。今ですね、後ろの方からもどんどん人が溢れて、とにかく、ものすごい、人がですね、今までどこにいたのかと思うような、やはり木の、後ろに隠れていたのか、とにかくものすごい、人たちがですね、人数が国会正門の前に溢れているところです。これはぜひ他のメディアもまだフライトしているので、これちょっと報道しないとこのまずいっていうぐらいですね、国会の本当に真正面ですからね、すごい状態になってますけれども、本当に歴史的なものを見ているような、今
全くあの正門のですね正面から撮影しているところです。今これが国会の正門、まさに正門です。あ、すごい人ですね、すごい人です。今ご覧いただけますか、今あのズームでですねちょっと、なかなかあのハンディで撮ってますので難しいんですけど、多くの人がご覧いただけると思います。本当に多くの人たちが国会正門の前にあふれて今、車道を埋め尽くしています。すごいですね、本当にちょっとこれは一人一人本当にあの本当に多くの人たちが今車道を埋めています。まだですねこのあのヘリコプターはまだしばらく50分ぐらいまでですか、飛ぶことができるようなんですけれども、警察車両が来ていますけれども、一般の人たちがですね道路全体を覆って広がっている様子が分かります。で、先ほどここに車通ってたんですけど、その車はすべて、どこかですね、戻ったというかようで、今はもうですね人々の海という形になってます。きっとここの中にはですね先ほどお話しした、福島からいらしたですね原発いらない福島の女の人たちですとか、あるいは、遠く高知や、各地からいらした方々がここに、集まって、そして、強く大井原発の再稼働とそして、脱原発訴えていることだと思います。ここにはですねもちろん声は届きませんけれども、その思いが、本当に強く伝わってきます。すごいですね、本当にすごい。これがですね国会正面から全体を映していますけれども、見てお分かりの通りに真ん中に通っている車道いっぱいに人が連なっています、溢れています。歴史的な瞬間です。歴史的な夜になると思います。このですね、人々の声というものが本当に政治に全く反映されない、そのことに対して本当にあの多くの人たちが怒っている、その怒りがですねこういった行動を毎週毎週繰り返してこういうような運動が行われているということです。それから同時にですねこの大きな市民のうねりを伝えないマスメディアに対しても多くの方がその怒りをこの行動にぶつけているということも同時にあります。本当に国会の周り本当に綺麗に人が本当に連なっています。今回ですね原子力、規制庁ができまして新しい人事が、報道されていますけれども、その人事、原発をですね、推進する立場が強い方々が5人ほど名前が挙がっていまして、これに対しても
強い怒りが市民の間で叫ばれています。こうした、次々とですね、再稼働しようというような動きに対して非常に懸念する声がこういった形で表現されているというふうに思います。今日もですね、この集会前後にこの原子力規制庁に対する人事の問題、それから今募集されているパブリックコメントなどに対してですね、みんなで反対の声あるいはアクションしようというようなチラシが配られて、これからのですね、原発政策を自分たちの手で変えていこうというような大きな動きが今出ています。今いくつか他にもヘリコプター飛んでると思うんですけれども、この瞬間を撮らないでどうするんだという、あるいは報道しないでどうするのかという気持ちは正直湧きます。昨日ですかね、確か中国で、大きな1万人のデモがありまして、そのことに関しては各社大きく報じていましたけれども、日本で行われる数万人規模のデモの扱いが非常に小さいということで批判がありますけれども、本当にですね、今この大きな動きをですね、逃してしまうというのはやっぱりメディアにとっては自殺行為なのではないかと、本当にそういう気持ちがするこの瞬間です。ちょっとすごいですね、正面から見た映像ですけれども、本当に国会がですね、もう少し明るいとライトアップしていると嬉しいなという感じなんですけれども、これは普段はライトアップしているような気がしますけれども、休みの日だからしていないのか、とにかく、国会正門前はとにかく人の海、人で道路が塞がっている状態です。ちょっと上から見た限りはですね、非常に警備でしょうか、警察もたくさん出ていまして、バスだけでなくですね、警察官もたくさん出ているような感じに見て取れますけれども、今日はですね、弁護士の人数はそんなに、いないものですから、ここが、何かトラブルがなく進んでくれればという感じです。すごいですね、本当に、民衆の力というような、そういうものを感じます。さっきリポートしてた山本太郎さんもあの中にいるんじゃないかと思いますけれどもね、すごいですね、これは本当にどれぐらいの人々がここに集まって周りを取り囲みここに、いるんでしょうか。ちょっと本当にすごいです。国会の前のですね、ファミリーブロックから、あるいは、スピーチエリア、その周辺ですね、本当に人が溢れまして、今国会の目の前まで、まさに国会に突入しそうな感じのですね、人の広がりになっていて、